天町言葉院資料館は、島根県沖郡天町にある郷土資料館。上級の乱の後、同地に配慮された言葉院に関する資料を、中心として展示している。1980年に、天町歴史民族資料館として開館した。2008年に、天町言葉院資料館に改称している。資料館の正面にある、沖神社入る先の中の島で放御した言葉院。 鎌倉時代の上級3年、後鳥羽院は鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵したが幕府に大敗し、戦後は沖諸島の中の島に入慮されて、余生を送り、炎王元年に同地で崩御した。天町の後鳥羽上皇御在所跡や後鳥羽天皇御家宗塚などがある場所には、1939年に沖神社が創建され、 その境内から、島根県道317号開始島線を挟んで、北側に、天町ごとばいん資料館が建っている。ごとばいんに関する資料や遺品を中心として、天町から出土した縄文、弥生、古墳各時代の広古資料、中世、近世の留人に関する資料、沖神社の宝物などを展示している。ごとばいんの安在所であった、玄福寺は、 明治初期の廃物希釈によって焼き払われており、その際に持ち出されたものなども展示している。ライクニミの立ちは島根県指定文化財である。別館にはミング資料など約300点が展示されている。ありがとうございます。